やっぱり誰もいない。誰か一人くらい見つかっても良さそうなもんなのに。静かに。誰か来ます。ねえ見て、あれってしてくれよ。金なんてそんな持ってねえよ。本当だよ。ガタガタ抜かしてんじゃねえぞ、ザコが。ちょこまかちょこまか逃げ回りやがって。てめえみてえなお決まりのやられキャラはな、黙っておとなしくぶちのめされてりゃいいんだ。あれってティアラ？僕の目にもそのように見えますが、しかしどうも様子がおかしい。ユシ、彼女はティアラさんに間違いないのか？ファイタル確認。 99% の確率で同一人物に間違いない。しかしあれではまるでタチの悪いチンピラだ。どちらかといえばファング君に近い。いや、ファングもあそこまでひどくないでしょ。そこのツルベタとホストズラ、何見てんだ。とっとと失やがれ。見せもんじゃねえぞ。なんですって。あんたら見てないで助けてくれよ。頼むよ。お礼くらいするから。めんどくせえもんしやがって。だったらてめえらもまとめて獲物だ。有金全部いただいてやる。シャルマン様、どうするの？説得が通じるような状態ではなさそうです。とにかく彼女をおとなしくさせるしかありません。なんだやる気かよ。上等だ。痛い目見せてやんぜ。行くぞキュウィ。キッキッ。全てをかける。しとけよ。どうでしょう。今です。ドイツが相手だ。そんな。連撃。切り抜け。ロックボコタイム。はい。フェアライズ。本気で行きます。ボコるぜ。全てをかけて。安らかに。女神にあなたの安らぎを祈りましょう。くっさ、何者だてめえら。いい加減に落ち着いてよティアラ。一体どうしちゃったの？なんで俺の名前を知ってやがる。僕たちのことを覚えていないのですか？まさかこの草原に放り出されたショックで記憶が。そうか、てめえらドルファの人間だな。くそったれ、捕まってたまるかよ。ちょっとティアラ。どういうことなのでしょうね、これは。私にもわかんない。何がどうなっちゃってるの？そうだ、さっきの男だったら何か知って。いませんね、誰も。逃げちゃったの？お礼するとか言ってたくせに。仕方ありません。ひとまず一度ゼルウィンズに帰りましょう。人から話を聞けば何かわかるかもしれません。うん、わかった。でも一緒にいたのがシャルマン様でよかった。ファングのやつじゃこういう時頼りにならないもん。